皆さんこんにちは、いおりいおです。シュウペイさんに戻ってきましたということで、取り下ろしは、まあ、個人でですね、この取り下ろしは2回目ということで、本当に本当に嬉しく思います。まあ、印象的には、まあ、ちょっと今までのグラビアの中では一番結構攻めているんじゃないかなって思うような衣装が多くて、まあ、前回 の、 あの取り下ろし、ソロの取り下ろしの時とこうなんか対抗するようなね感じの衣装もあったりとか、今これ下に着てるんですけどとかもあるので、そこをねすごく楽しみにしていってほしいです。前回のグラビアと見比べて私の成長をより多くの方に見てもらえたら嬉しいなと思います。発売を楽しみにしていてください。じゃあまたね。何着目ですか？何着目？1、2、3、4、5着目ですかね。はい、 T シャツっていうんですかね、二重になっててちょっとチラ見が可愛いものになってます頑張ります。皆さんこんにちは、隅田彩乃です。先ほど撮影が終わりまして、今回はシュープレさんの撮影が2回目になってまして、前回とはちょっと違って、あの可愛い感じで、なんかちょっとニコニコっていうちょっとオフ感を入れつつの撮影をさせていただいたので、ぜひ、まあ、見てもらいたいなと思います。もう最後はシワクチャになりながら撮影させていただきました。ぜひゲットしてください。じゃね。初めまして、同人グラビアで活動してます、いくみです。今日は初めての週刊プレイボーイさんの撮影楽しんできました。今までこんな遠くまでロケ来ることもなかったので、ロケバス乗ったりホテルの中で撮影したり、もうホテルの中もいろんなとこ使って撮影して、ちょっと露出も頑張ったので楽しく見てください。エッチな写真いっぱいあると思うので楽しんでもらえたら嬉しいです。Thank you.
はじめまして、三住エリーです。福岡県出身、23歳、アメリカと日本のハーフです。今1着目の衣装が取り終わりました。今回シュープレさんでは初めてのグラビアさせていただいていて、もうすごいあのスタッフさんと一緒にワイワイしながら楽しい撮影をしておりますので、これからも楽しんでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。あの初のソログラビアで、すごいいろんなポーズとか、あの今までやったことない雰囲気とか出せたりして、すごい楽しい撮影になっています。最後まであのいろんな自分を見つけられて、もっと楽しくできたらいいなと思います。撮影が全て終了しました。あの本当に初めてのソログラビアで、最初緊張とかもしてたんですけど、スタッフさん皆さんが本当に優しくて、すごいやりやすくて、すごい楽しんで最後までできました。あのいろんな衣装着れて、本当になんかいろんなタイプの水着だったり下着だったり、いろいろ着させていただいて、すごい楽しい経験になりました。ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございました。